ヘリオバクテリウム化、ヒーリオバクテリア値、一般名、ヒーリオバクテリア、ヘリオバクテリアは、酸素非発性型抗栄養で生育する細菌のトガである。このトガに属す細菌は、慣習的に光合成細菌と呼ばれる場合もあるが、光合成の性質はない。ペプチドグリ乾燥が薄いためグラム染色では、陰性だが、細胞構造そのものは、グラム陽性菌に似ている。 16S な系統解析に基づく幻覚生物の分類によるとフィルミクテスモンに分類される。光合成色素としてバクテリオクロロフィル G を用いている点で他の抗栄養細菌とは異なっている。酸素存在下では生育できない絶対研究性、細菌である。高化学反応中心は高化学系愛と類似しているがコアタンパク質は ホモダイマーであり、初発電子供与体は P798 である。一般的に、鉄洋型反応を中心は、そのコアタンパク質に、鉄洋クラスターを2個結合したサブユニットを持つが、ヘリオバクテリウム化においては強固に結合した FA、FB サブユニットの存在に関して確たる証拠が得られていない。最近、PSHB に関して新たな論文が発表され、 PSHB は存在するが、他の光合成生物の FA、FB サブユニットに比べて、非常に弱い結合力で、コアタンパク質に結合していることが示唆された。また、鉄用型反応中心には、コアサブユニットあたり約40分子程度のアンテナとして機能するクロロフィルが結合しているが、ヘリオバクテリウム化の反応中心も、例外ではない。光合成を行う生物は、 光量子を効率よく捕獲するためのアンテナ色素タンパク複合体を持つのが一般的であるが、このトガからはアンテナ色素タンパク複合体は見つかっていない。このトガの細菌の発見は、最も古いヒーリオバクティリアムクローレムの報告でも1985年であり、公栄養細菌に分類される細菌の中では、比較的新しい菌群である。 水田の土壌から発見されたにもかかわらず生育には絶対嫌気が要求される。酸素存在下では生育はできないが、酸素に抵抗性のある耐性放子を形成することにより、酸素存在下でも耐えることができる。生育には絶対的な嫌気条件と光が必要であり、比較的低分子の有機物を利用する光従属栄養生物である。また、嫌気条件において、 高濃度のピルビン酸存在下では高栄養に頼らずに生育することが知られている。ヘリオバクテリウム化の細菌は光合成色素として用いるクロロフィル G は光と酸素存在下でクロロフィル A 様物質に異性化される。ありがとうございます。